おー、まだ割れるか。マップ切り替えてまだ割れるっていうのが初か。やっぱ首が。あー、でももともとこの病院首がさまよってるって話をおっさんがしてたもんな。本当に首ばっかだね。あ、やっぱりあの病院で聞いてた。まだ続くんすか。怪談話って関係があるのかな。そうかもしれない。まだ来るんすか。しつこすぎでしょ。楽しいな。すごいパワープレイですけども。大丈夫ですか。これで、降りることができそう。一旦セーブしてくるか。そういえばさ、110番したくってずっと間違えた番号にかけ続けた怪談話みたいなの、そういえばしてたよね。これがここなんじゃないか。あ、畜生、全部は覚えてないけど、あ、でもなんだ、高い薬をなんか買えなくなったみたいなやつとかも話してたし、なんだ、三つ子の弟たちを助けるための働いて過労死してしまった兄の話も、ここのマネキン4兄弟なんじゃないか。私よく覚えてるな。二つのヒントを探せ。オッケー。よしよし。したらば、あ、しまったな。そういえば下に行ってないわ。さっきのヒントって見る必要あんのかな？あの、引き出しになんか入ってないんです。ゲームオーバーってから。何か書いてあるようだ。うっはっは、あ、この笑い方は、貴様だな。長男がいないと三人の謎は解けない。ああ、そういうことっすか。ああ、そういうことっすか。なるほど、なるほど。あいつ、性格悪いというかあれだけど、ヒントはしっかりくれるんだよね。で、あ、そうだ、これも言ってなかった。ネズミの状態だと、階段は上り下りができないっぽいっすね。だから穴を通っていくしかない。開けられない。ちょっと、下のヒントもう一回見に行かせてください。すっかり忘れた。そういえば、ここにも穴がありましたね。これはまた狭い部屋だな。元の姿に戻りたい君へ。ヒントその2。返すときは余裕を持って。余裕を持って。余裕を持って。余裕。うは、あ、あるね。余裕だから、984。これを押すと元に戻れっか。元に戻ったところでどうなるかはわからんのだが。とりあえず戻らんとお話になんないからね。とりあえず書くか。9と8と4。返すときは余裕を持ってってが。まあこれからもいつでも何でも貸してあげるよ。馬鹿してあげる。あ、貸すってそういうことか。なるほどね。4人の兄弟の謎々を解け。謎々って忘れかけてるけど、あれだよな、足の話だよな。おっと、セーブが一周したかな。うん、いいセーブだね。謎を解け。さっきの電話で貸してもらえるのは、あ、ここで、お、メモ取ってるけど、まあいいか。返すときは984なんだね。どうやって体が変わっているのかはそれはわからないけど、動じないね。てかほんと動じないよね。私だったらもうここ来てからね、5リットルぐらいなんかありとあらゆる水を流してる気がするけど。マネキンさん最初からそんなボコボコにされてましたっけ？今消せたのは、残り4つ、マネキンの口の中にあった光だね。それは消せておると。で、ここは、長男がおらんのよね。だからまだ解けない。あれ？他どうすればいいんだ？違う上から流れてきた。と書いてある。ああ、入れるようになってやる。僕こそ4人兄弟の長男。あ、長男家出中。結構近いところにいたね。問題。僕の弟たちが欲しがっているものは何か？ヒントはあったな。3人とも謎々を出しているだろう？その答えに共通するものを考えるんだ。それがヒントだ。シンプルに1文字以上、3文字以内で答えて。欲しいっつってんのは足だよね。暗夜とかでもいいのかしら。
いいね、正解だ。672って電気。672、OK。きっといいことがあるよ。いいことはないと思うんだけど、たくさんの蝶杖を持っているんだね。その膝とか肘とか、それにそんなにたくさんの指とか、羨ましいな。おっと、雲色が怪しくなって。あ、ここに繋がった。あ、ろうそく。光が消えたな。ここに繋がったのか。なるほどね。これ絶対襲いかかってくるんじゃん、マネギン。あれ、あなた、そんな頭かけてましたっけ？ちょっとずつ、ちょっとずつ、なのかな。まあまあ、一旦、セーブをいたしまして。次は、672。火は風に弱い。気をつけてな。お、今度は人玉になったな。嘘つきの怖がりをみんな驚かせ。雑談。さっきの電話で貸してもらえるのは。ああ、返すとき、人玉が672。ああ、一応、覚えててくれんのね。助かる、助かる。ああ、そのまま行ったらアウトだったのか。なんかすげえいい笑顔っすね。この類のあれか、生首はみんないい笑顔か。追ってきてるっていう感じでもないような、どうかな、わかんないな。とりあえず、あ、みんな敵対してるな。あ、人玉は、この穴は無理か。もしかして。いない、大丈夫、大丈夫。しかし怖いデザインしてんね。開けられない。長男も多分なってんだろうな。これ階段行ける？あ、階段行けんのか。じゃあこれあれだな。血を踏まないように行けるな。私はまだ開かない。ほう？まだっていうことはそのうち開くっつうの？光の、光ってる草だ。と書いてる。燃やしてみた。ずいぶん簡単に燃やすね。燃やしてみた。何か書いてある。電気製品のコードを引きちぎればブレーカーを落とせるだろう。そういえば換気扇は電気で動いているね。ああ、換気扇を、あ、風に弱いっつってたな。じゃあ換気扇を止めなきゃいけない。え、電気製品のコードを引きちぎればブレーカーを落とせる。電気製品ってどっかあったっけか。いや、まあ、記憶ないだけだけど、どっか探せばあるか。さて、どうしたもんか。とりあえず上にも行ってみようか。上の階には行けなくなっておる。いやー、なんかさっきから随分とこう、パワータイプのやつが襲いかかってくるよな。この穴とか埋めとかなくて大丈夫かい？まあ、いっか、一旦ちょっとセーブしに行くかな。ブレーカーが落ちる音がした。周りのわずかな電灯も消えた。ああ、いや、若干暗くなったよな。ネズミじゃなきゃダメだったのか。なるほど、なるほど。これでじゃあ上の階の換気扇回っていたところを火の玉で入れるようになった。マネキンが何体か叫び声を上げて逃げ出した。これで、残り8。18人のうち10人が、あ、嘘つきつけるから、これでいいのか。だいぶ減ったな。真ん中の列が、全員いなくなったか。列というか、行というか。左の人を見たい。左ってこの人でいいの？正面の人を見たい。右の人を見たい。後ろ、お！無限ループだ。ブレーク仕込んどいて。どうなんだろう。これは、これ正面かな？正面と後ろかな？正面の人見たい。誰も見たくない。あ、一方通行だ。お？おう。正面の人を見たい。誰も見たくない。お？ループにはなんねえのか。これはでも011かな？ここはぐるぐる回るから。あ、そうっぽいな。これはなんか上を見たいでもよかったりもするけど。
とりあえずやってみるか。逆で110番っていう可能性はあるか。まあ、どっちもやってみりゃいいか。さて、まあ、オーソドックスに011で、実は3時間ぐらい休憩してました。もう何もいらないのか。そうか、それじゃあ。利子を置いた。どこかで明かりの消える音がした。思わず逃げてしまった。利子は命ってことだ。ここは、わ、何？お前んち、天井低くね？あれ、何か落ちてるよ。ミカ、そこに。お札にメモが貼ってある。ミガ神様の研究メモを手に入れた。これは、ミガ神様の研究？ところどころ読めないけど、この地方では、ミガ神様という神が信仰されている。一般的にミガ神様、すなわち、ミガ、これでミガ神様っていうのかね。神隠しをするとして信仰されている。しかし、本当にミガ神様は神隠しをしているのか、そもそも本当に神なのか、実は資料が少ない。本研究では、その点に関して考察し、新説を提唱する。1945年、アスナイ村にあるホロホベツ市立病院を大規模に増設する計画があった。だが、増設分の建設中、大きな事故が起こってしまった。死傷者も出たため、当然その増設計画は中止が求められた。しかし、当時の市長にとって、病院の増設は悲願であった。そこで、市長は事故の犠牲者を人柱として祀ることとしたのだ。人柱、すなわち人でありながら神である。病院の柱として支え続ける礎である。そして住民は人柱になったとなった事故の犠牲者のことを、ガカミでいいのか、ガカミ様と呼ぶことになった。人柱っていうのは、多分最初の方に出てきたかな。新聞の記事の内容が変わったところで。この死傷者、亡くなった方っていうのは一人なのかな、複数人なのかな、それはわからん。これは、ガカミ様自体が、当時の市長の身勝手な画欲によって生み出されたから、そう呼ばれている。説が有力である。これが現在、身が神様と呼ばれている神様、すなわち、身が神様の誕生である。しかしそれ以降、つまり1945年以降、身が神様の神隠しが発生することとなった。身が神様は神隠しをすると言われている。しかし、ここで素朴な疑問を投げかけさせてほしい。身が神様は病院の礎となった人柱なのであって、神隠しをすることとは関連が薄いのではないだろうか。ああ、てか、病院なんだよね、あくまで。ただ病院周りでも結構行方不明が起きてるっていうと、身が神様が関係してるのかな。確かにこの村の伝承や、起きた事件によって、ただの一般人がいきなり異空間に迷い込み、そこで身が神様と会うことが語られている。ここからが新説なのだが、実は神隠し自体は、身が神様の仕業ではない。この点々点は読めないところを意味しているか。身が神様はそれのサポートに徹しているのに過ぎないのではないだろうか。確信が読めねえんだよな。サポートをしてる？神隠し自体は身が神様がしていない。っていうと別の何か要因があって、身が神様は消した？それとも、何かの副産物として神隠しが起きている？わかんねえな。まあ、この新説が正しいかどうかもわからないんだが、身が神様の登場するすべての神話や童話には、すべてそれが出てきているのかな？それ。あれ、ここで途切れてる。それにどういうこと？
肝心なところがかすれて読めないと。身が神様が神隠ししているんじゃない。じゃあ私たちは身が神様、この異空間に入ったっていうのは、ケイ姉ちゃんと富田くんの話っていうのがさっきから散々出てる。あとは、身が神様に会ったっていうのは、すごい、なんか何十年も前に、高校生だったっけかな?の子が祖父に会ったっていう話もあったよね。これで何か共通してるものを見つけ出すには、その祖父に会ったっていう話ももうちょっと深く知りたいかが、あれ、この鏡。ミカがいない。ミカが鏡の中に入っちゃった。違う。鏡の中に入ったのは私だ。ミカ、こっちから声は聞こえないみたいに。もう何が起こってるの?なんで今更か。お、順応してきてるね。いや、最初からだいぶ順応してるか、気も座りすぎだもんな。苗が鏡に入ってしまいました。外にいるミカちゃんとの世界とリンクしています。はいはい。苗は手を怪我しています。神。ドアを開けるくらいはできますが、アイテムは使えません。力はミカちゃんより強いです。アイテムは使えない。ドアを開けるくらいはできるけど、まあロープ登って上の階に上がったり、そういうことはできるね。なるほど。ミカちゃんはまだ小さいです。力も弱いです。背も低いので高いところには手が届きません。アイテムは使えます。鏡を見ることによって、他方に変わることができます。あー、なるほど。これで二人を、あれ、できない。あー、できた。あー、ザッピングシステム。これはセーブが、あ、なるほど。セーブができるのは鏡。これ、鏡自体は見えてたのかな?なえちゃんは。ミカちゃんは文字も読めるしな。鏡を調べる。何かカードのようなものを入れられる穴がある。何かが書いてある。ミカちゃんが、その鏡に対して何かをしたら、なえちゃんの方にも影響が出るよ。もし割っちゃったりしたら、なえちゃんごとバラバラになっちゃうから、気をつけて。それにネジで壁に止められているだけだから、あまり触らない方がいいよ。怖いこと言うな。鏡の世界はもうそのまんま、あれか、なえちゃんの命に近いのか。これは変わらんか。さて、先にどっちから進める?これは、鏡。絵本の切れ端が落ちている。おじさんは湖の主を見つけた。槍を主に突き刺そうとした。しかし主はおじさんの乗っているカヌーにぶつかってきたのだ。ガツン、ガツン。主に槍を、絵の構図がよくわかんない。勝手に閉じちゃった。どういうことだこれ。あ、カヌーから落ちそうになってる絵に見えなくもないけど。え、これなんか逆さまじゃない?なんかあるよね。堂々がなんか逆さまになってる感じ。まあいっか。あー、全然違うな。カードキーを落としてしまったよ。黒いから見つからなかったんだ。どういうことさ。鏡合わせじゃないところはどこかな?部屋があるけど、ちょっと先に、ここを調べたいな。お、の上に、いてしまった。字が難しくて、ああ、そういうことか。章、とだけ書いてある。章、ああ、小さい方か。トイレかな?じゃあとりあえず端っこから攻めていこうか。鏡合わせじゃないところはどこかな?ああ、これ、多分、あれだな。ミカちゃんとナエちゃんで、見ないといけないやつだな。ケイ姉ちゃん、ケイ姉ちゃん、これでずっと一緒だよ。どうしてそんな目で見るの?すごいこれ。どこへ行ったの?ケイ姉ちゃん、ケイ姉ちゃん、どうして、どこに。どうして?だって、身が神様が言ったんです。
どうしてだって、ああ、これ読んでたら、済むかと思ったけど、そうでもないか。言ったんです。これは、全部リンクしてんな。全部一緒か？なんか違う。僕の記憶は1時間しか持たない。お医者様にそう言われたのは、ある晴れた日のことだった。困ったことになったと思って、とりあえず休学届を出そうと思って、大学に行くことにした。ふと数少ない友人が向こうから歩いてくるのが見えたので、やあやあ友よ、実はね、と話しかけたところ、どちら様ですか？と言われてしまう。僕の記憶は1時間しか持たない。それは僕の持つ記憶が1時間でなくなってしまうのではなく、皆の持つ僕に関する記憶が1時間でなくなってしまうのだ。え、それは、起点はお医者様に診断された時なのかな。わかりか。続く、あら、続編ある。ああ、続きか。お医者様にどうしたらいいんですか？僕は、と聞きに行ったら。逆に、どこか悪いんですか？初めてですか？と聞かれてしまった。そうだよね、医者もわかんなくなってるはずだもんな。僕はいい天気ですね、と言い放って、雨の中、自宅に走って帰った。寒い。家族も忘れてんじゃん。40分しか持たない。お、カウントダウンが。好きな食べ物を取って家に帰る。何を万引きしても警察も来ない。きっと僕のことを忘れてしまうのだろう。実家に電話をかけたら、私たちに息子はいません。と、怪訝な声を出されて、しまいには怒鳴られた。僕の記憶は20分しか持たない。水道も電気も止まった。もちろん困らない。きっと大家さんも僕のことは覚えてくれる。何も困らない。何も困らない。僕は困らない。何も困らない。気分が悪くなってトイレに。僕の胃から出た今日の朝食が便器の中に留まっているのを見ていた。何も、僕は何も。なんか関係するか？こんな怪談話してる人病院にいたかな？道を歩くといろいろな人にぶつかる。ぶつかった人は何にぶつかったかも忘れてしまうようだった。そうか、僕は短期記憶にも残らないのか。寒い。僕の記憶は1秒ともかない。横断歩道を歩いていたら右折車に跳ねられた。運転手は何かを跳ねたことには気づいたらしいが、すぐにそれを忘れて車を出そうとした。たまらず血まみれの僕は歩道に逃げ込む。通行人が僕を蹴る。踏む。あれ、違う。僕は僕に足がない。やっぱりなんだろう、また生首になってしまうのかな。これまだ続く？誰も僕を記憶できない。あ、まだ続いた。あれ、僕って誰だっけ？あれ、誰ってなんだっけ？かゆい、うま。何を書いてあった、うお。侵食してくるね。この本の存在、怖すぎるだろう。しおりが挟まっていた。しおりか。小さいしおり。ここで使うものではない。身が神様が言ったんです。これは、関係ないっていうか、富田少年の言葉がずっと書いてあるだけ。行ったんです。ああ、どうなんだろう。ここの本棚だけなんか違ったけど。これもしかしたら、なえちゃんの方行ったら、ここの本棚だけなんか、すごい色が変だとか、そういうのだったかもわからんね。おやおや。これは何か解決したっていうのの指標なんだろうか。じゃあ、続いて左から攻めていくとして。ああ、こりゃまた狭いね。とりあえず壁自体に歩いていこうか。ここで何か黒いものを落としたっていうこと？
暗い部屋だから、落としても全然気がつかんと。でもそこまで広い場所ではないな。でもまあ正直見てもわからんね。なんかあるか？いや、多分何もないと思うんだよな。ちょっともう一回、張り紙を見ようか。落としてしまったよ。黒いから見つから、後回し。お、の上にいてしまった。あ、ここは鍵がかかっておる。んで、ショー。これ、ナエちゃんの方行ったら台とかなんのか。お前んち、天井低くね。とても天井が低い。なぜか机に固定されている。君は特に何もしてこないか。小さな金庫だ。小さな金庫。4桁か。しおりと書いてある。しおりを置いてみた。置いて？何か小さな字が書いてある。小さくて読めない。鏡の世界で関係あるかわかんないけど、なえちゃんの部屋じゃねえよ。ところ行ったらここが台になって小さな文字が大きくなって読めるとかっていうこともあるかもしれん。じゃあ、向こう行ってみようか。ちょっと気になってはいたけどね。じゃあ一旦セーブだけ。よし、ではチェンジ。